ティモンディの人生キャッチボール。この時間は患者さんのために今できるすべてをアムジェンの提供でお送りします。始まるぞ。おはようございます、ティモンディの前田と。おはようございます、高岸です。ティモンディの人生キャッチボール。この番組は情報を容易に得ることができる現代においてもまだ知られていない疾患や誤解されている疾患があり、周囲の理解が得られない中で病気と闘っている方もたくさんおられます。そのような患者さんやご家族の声を聞き、多くの人たちに知っていただけるような発信をしていく番組でございます。人生は山あり谷あり、一緒に会話のキャッチボールをしていきましょう。はい、ということで今回はゲストが遠方にお住まいということでリモートをつないでお話をお伺いしていきたいと思います。ゲストはNPO 法人ベーチェット病協会の理事長、瀬尾光輝さんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。瀬尾光輝です。お願いします。お願いします。じゃあちょっと瀬尾さんのまずプロフィールをちょっと紹介させていただきますね。1972年、広島県広島市生まれ。27歳の時に急に片目が白く濁って見えにくくなり、近所の眼科を受診。29歳の時にベーチェット病だと分かりました。現在はお仕事をされながら定期的に通院。NPO 法人ベーチェット病協会の理事長として、患者さん同士の交流会や講演会などを行っているということなんですが、すいません、ちょっとベーチェット病というものが僕はあんまり馴染みがなくてよく分かってないんですが。ですよね。簡単に言うとですね、はい、免疫の働き、自分の体を守ってくる免疫なんですけども、はい、それが過剰に反応しちゃってですね、はい、自分の免疫が自分の体に炎症を起こしてしまうっていう、全身性の炎症性の病気と言われてます。健康な細胞も攻撃しちゃうってことなんですかね。はい、そうなんですよね。はい。これって原因って分かってたりするんですか。ですね、まだ原因が分かってないんですけども、特徴的にはいわゆる口内炎だったり、陰部潰瘍だったり、皮膚症状だったり、あと大きなのは目の症状っていうのが大きく特徴として挙げられてて、人によっていろいろ症状の出方は違うんですけども、まだ原因がよく分かってないという指定難病の一種になっています。どれぐらいの患者さんの数がいらっしゃるんですかね。ですね、今は日本全国では2万人程度というふうに言われています。でこの病気がですね、日本をはじめ韓国とか中国とか中近東だとか、いわゆるシルクロード沿いに多く患者さんがおられるということで、シルクロード病っていう呼び方もされてます。へえ、なるほど、はい、これってなんか治療法ってなんかあるんですか。人によって症状がまちまちなので、よく主治医の先生と話をしながら、外用薬ですね、つける薬だったり飲む薬だったり、点滴だったりっていう、いろんな薬をいろいろ先生と相談しながら症状に合わせて治療方法っていうのが決まっていくものです。ちなみに治療法はあれなんですね、いろいろあって自分でも調べて、で医師と相談して納得いく選択をされているらしいですね。そうですね、お薬も私が発症した頃は、今受けてる点滴のお薬もまだ開発されてなくて、当初はいろんな対処療法をしたり、その免疫抑制剤を飲んでみたり、いろんなこうしてたんですけども、やっぱり視力を守るっていうのが一番私のと先生の大きなテーマだったんで、いかにこう視力低下を抑えるかっていうのを中心にこう治療を考えてやってきました。今はだいぶお薬のおかげでですね、目の方の炎症は収まりつつあって、時々口内炎は出ますけども、今のところ抑えられて、日常生活上ではコントロールできてるかなというふうに思ってます。目の炎症っていうのは、その充血がひどいとかそういうことですか。目の中の硝子体の中に混濁って言って、白く濁る、だからすりガラスの中から外を見る感じ、もやがかかってるように見えてくる、もやがかかってくるみたいな、はい、それ目の中の炎症が起きて硝子体の中にこうにじみ出てくるんですね、体液が、血液が。だからこうまぶたをこうこすってもこすっても濁りが取れなくてびっくりしてですね、なんじゃこりゃみたいな感じで、はい、びっくりするな、急になった、慌てて、眼科に行きました。当時はですね、これ、最初に気になりだしたのって
なんか、はい、資料によると27歳の頃ですか。そうですね、はい、普通に仕事してたんですけども、ある日突然ですね、目が白く濁って、そう今みたいにこう片目が見えなくなって眼科を受診したっていうのが、うん、まあ、最初だったんですけど、そこから29歳の時にベージェット病だと分かったって結構ありますね、はい、そうなんですよ、これもですね、うん、繰り返す病気なんですね。治療しても一旦治まるんですけど、また繰り返す、何回も何回も繰り返す、口内炎も、そのいろんな症状、皮膚の症状も目の炎症も繰り返すっていうのがこの病気の特徴で、口内炎ってその一つや二つって誰しもできるものだと思うんですけど、もっとこう数が多くできるっていうイメージですか。そうですね、繰り返すっていうのも一つあって、それで今一つのヒントになって先生が気づいてくれて、ね、分かりました。瀬尾さんには来週以降もお話をお伺いしていきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。この番組では病気を経験したリスナーさんから闘病中に励まされた曲や大切な曲などリクエストや感想メッセージをお待ちしております。メールアドレスは timo@abc1008.com です。 timo の綴りは timo です。今週はこの曲を聴きながらお別れです。スピッツさんで美しいヒレ。ティモンディの人生キャッチボール、ここまでのお相手はティモンディの前田とティモンディの高岸でした。この時間は患者さんのために今できるすべてをアムジェンの提供でお送りしました。終わります。